最近何もないっつってん。俺別に一般人だし。なん何もないよ、そんなあ、でもね。はい。あの、皆さん本屋とか、あとまあ、本屋が一番あるかな。はい。行かれることありますかね下手か。まあ、行かれることあるでしょ。行かれることありますよね。はい。あの、本の表紙に、うん。まあ、文庫でも雑誌でもいいけど、はい。星の柄 夜空を撮った写真を貼り付けてあったりとか絵で星を描いてあったりとか夜空で、うん、あれって俺時々埃りに見えて <laughs> さっさって撮ろうとするんだよ時々 <laughs> あ埃りついてるよってそしたら星やったっていうこと,、はい、うことがよくあるね <laughs> で眼鏡かけてるんだけど日頃ね,日頃,ね日頃っていうか何か読んだりするときはラガンで0.5ぐらいなん多分、はい、ちょっと悪いまあ悪いよ、うん、ど真ん中で悪いぐらい とってもまあ見えるっち見えるやろうけど言い訳じゃないけど目が悪いからやろうね多分ね星が誇りに見えるってのはわかるようなわからんような結構2オフぐらいして手をあ違うわってなるときがあるんで興味ないもん取ってなるほどなみたいな何書いてんか全然わからんけどそれで置くみたいなのがよくあるねまあんとなくわかるんでその ガラでなんかゴミね勘違いすることあるよねちょっと待って本当 <laughs> もう俺に絡まんってくれお前にってくれ <laughs> お前に絡むといつも俺、あのー、<laughs> 悪い思いするから <laughs> 一人でやったら何もないけどイゴ <laughs> <laughs> コーナーはいコーナー行きましょうサッカーは移動ショーはいこのコーナーはですね何の検識もない二人が、えー、世の中のニュースについて話しコーナーになります大体スポーツですね そうですねはいもうスポーツやけどもドラフトなんのよああなるほど今週はもうそれしかないはいドラフトでねまずその誰がどこを示したとかねはいそんなもあるんでねはい一応そのデータ一応あるんですそういうのははいもう今の世の中調べてきたんですねそうそうそう俺が調べたわけじゃないけども調べた人がおるわけでほんであのよくテレビで注目されたその 寺島選手と寺島投手ね。はい、とあと、藤平投手とか、うん、はやっぱ大体1位やねあ<ー>、うん。で、藤平投手が横浜高校の選手ね。うん、楽天が1位や、ね、や単独指名ね。えー、で、えっ、ー、と東京やか、東京ヤクルトかな。うん、で、寺島。これ、ヤクルトはね、寺島投手、あの世代最,最高の逸材みたいに言われてる投手ね。左投げのピッチャーで。うん を取れれたってのはこれ嬉しいやろうなと思って<ー>でまあそれよりも注目なのがその何田中正義投手、はい、156キロぐらい投げる、うん、でたまにものすごい伸びがあるよみたいなこと言ってたあ,<ー>、うん、あの人がやっぱでもよ思ったほどね、うん、そんなに競合しなかったっていうだから1 2 3 4れ4球団かな4球団競合 ちょっともあ,違,っあ違うわ5球団強豪5球団うんソフトバンク福岡ソフトバンク千葉ロッテ広島カープ日本ハムファイターズ読売巨人、うん、で、えー、ソフトバンクが引き当てたあ<ー>、うん、なるほど孫正義のチームに田中正義が来たっていう <laughs> あまりにも運命的だろうっていううなと <laughs> って王さんが拍手してたけど <あ>いつもの,あの博多華丸大輝さんがやるものまね通りの拍手してたけど華 <laughs> <laughs> 丸さんがねやるやつ驚いた顔して <laughs> これさあソフトバンク強いよこれ <あー S 2> 田中投手来たらあの本当に開幕投手とかっていう話もしてたらしいからね来年のだからそれでも大げさじゃないんじゃないかみたいな話もあってこれまた強いよまたあのー メジャーに近いみたいなチームになってしまうこれ、うん。うん、また逸材が入ってきてしまう。そう、ピッチャーもすごいし、まず打者がすごいから。あ<ー>全部打てんのよ、正直。今宮だってもう打,打ち出したからもう。あ<ー>また、またっていうか、もういよいよ。うん、うん。これはちょっと本当厳しいと思う。うん、正直ね、あのー、えっとね、まあ、巨人か、うん、広島来てって思ってもね。あ<ー>なんでかしたら、 セリーグね、パリーグに持ってかれすぎ。正直。もう本当、結構前からパリーグ持ってかれすぎなんや。別にセリーグのファンではないけど、でもセリーグ見ることが多かったから、ちょっと寂しいなと思って、注目株がおらんの。最近だったら、菅野ぐらいやんか。ああ、なるほど。ピッチャーで言ったら。まあ、あれもちょっとなんかいろいろあってやんか。正直。日本ハムに持ってかれたんやんか、一回。まあまあ、それで、 それよりもすごいのが、うん、あのこれは多分競合を避けたんやろうなってあの解説の人が言ってたけど、じゃない外れ1位、はい、1>, 1位外してだ次誰選ぶかみたいなやつ、うん、あれで選んできた,き来たのが、うんあの、横浜もねあの、競合で外したのよ、柳ってどうしよう選んだんやけど、はい、結局、その中日に持ってかれて、はい、あの外れたっていう。うん、だからあの 外れ位選べるチームが d n a と千葉と千葉テロッテね、うんうん、広島と日本ハムと巨人の5チームが全員佐々木千早っていうピッチャーをそこでまた5球団強豪になったへえ、うんうん、なかなかないんよね、うん、うんこういうのってあの大美林かな大リンあの,なんかあの桜に美しいって書いて林ってあの桑田真澄投手って いたでしょ巨人にあの人の,あの息子さんが出たところ、うん、確か今はどこやったかなあ確か独立球団かどっかっていうプロ目指すかなんかって話だったけど<ー>で指名がなかったから独立っていう話をしてたけど、うん、の,あの大学からこの佐々木って選手があいて <laughs> 出た出たっていそか5球団指名されたってなかなかなくて5<ー>球団指名がってことね。 この大学自体もものすごいその何こ,あ、まあ、この投手自体もものすごいエリート街道を通っている選手ではないみたいなね<あ>話ではでかだからこれはね、うん、またねこの人にとっても嬉しいやろうけど、うん、この出来事自体がやっぱ珍しいわ、うん、いや本当にみんな避けたんやろうね避けた結果が、うん、で田中はものすごい競合したし、うん、これはなんかもうちょと考えて って思ったけどね、うん、<laughs> 取れたんやんだから佐々木を1人で1位の時にこの田中の時に誰か他のチームが、うん、佐々木ランド取れたんやこれ,取れた一本釣り、うん、これねいや一本釣りってそのあれじゃないですそのマグロとかそういう話じゃない。<laughs> なんかニヤニヤしてるけども <laughs> そういう言葉があるんやお前は辞書持ってお前望めラジオに買ってあるから買ってやるわ今度辞書薄めのやつやけどね載 <laughs> ってないかもしれない載 <laughs> ってないかもしれないなもういいわ冷めるわほんでねあのオリックスの1位のピッチャーがねあの山岡大輔かな東京ガスのピッチャーがおるんやけど 社会人社会人社会人1 7 4ンチとちっちゃいんやけど球が1 5 2キロぐらいあってストレートがでスライダーがねものすごいいいって高校時代からものすごいいいって言われたみたいでダルビッシュが褒めたみたいなことで有名になったピッチャーなよで東京ガスに行ってストレートの強化をしたっていうねもともとストレートが弱点やったらしいよあそうってテレビで言ってたよほんで何をしたかっていうとうん あこの菅野投手もね同じようなことやってたんやけど、うん、結局筋トレ前のダルビッシュ投手の,の筋トレをしてなんか球が速くなったとか体が強くなったっていうあれと結局符合してしまうんやけど、うん、筋トレしたんよしかもその指の力握力とあと前腕っていうその何ていうのポパイの,あの腕が太い部分のとこあそこをものすごい鍛えたんやで えー、でその山岡投手に腕を見せてもらったら右腕の方がものすごく太いんよ左腕明らかに<ー>本当はあんまよくないらしいんだけどねあのバランスが悪いっていうの,あ<ー>あのダルビッシュとかも左投げ,投げするのは、うん、あの体をバランスよくするためにやってるらしいよ<ー>別に楽しくてやってるっていうよりも <laughs> <laughs> だから結構やるらしいよスポーツ選手でバランスよくやるってあ<ー>、まあ、それは分からんけど俺スポーツ選手じゃないから、うん、ただものすぐもう太いんよポパイみたいになってるよほに <laughs> <laughs> 第二のポパイかもしれんけどそれは知らんけど <laughs> でそれ菅野投手も同じことやったからね<ー>結局その前腕っていうかあの人は握力を重点的にまあ他も鍛えたけどよく注目されたのは握力、うん、あの本人が言ったのはその滑るボールをあの国際大会で投げたよね、うん、あのプレミア中に、うん、あれです結構球がなんかいまいちしっくりこんかったらしくて。 で菅野投手だけあの成績がちょっと悪かったんやその大会なるほどでそれでちょっと挫折感があったとかって、うん、で何が足りんかってやったら結局原点のストレートやとかって言って、うん、今年すごかったからね結局ああなるほど、うん、ストレートでもうバンバン押すっていう力で押すっていう方向に結局いくからね<ー>、うん、みんなかわすとかコースとかってなるいくんやけど、うん、結局最後は ストレートって力でガンっていかんといかんみたいなところに原点に立ち返るっていが面白いけどね <laughs> いろいろやったのにっていう、うん、ダルビッシュも結局いろんな七色の変化球って言われて投げたけど、うん、結局最後はストレートでオすやからねうん、うん、なるほど結局ストレートであのやれるってところを見せたいみたいになるから、うん、なんかそこがやっぱなんていうの野球ってそのぐる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 その回ってるというかどこを取,る取ってもどっかつながってるっていうなんか、うん な,んか不思議なとこがあるけどなるほどこれはねでもね、うん、俺に、ね、ちょっとねあのー、何やのハーフ枠ってあるやんかダルビッシュとかああのちょっと前だったダース・ローマッシュってやつ持ったやん <laughs> <laughs>、うん、ダース・ローマッシュって人も持ったやん、うん、もうちょっと今あの引退してるけど、うん、でそういうハーフ系のピッチャーでまたすごいの出てくるかなと思ってその、うん、広島がね指名したあのアドゥアって選手おるアドゥア うんまあ、この人結構有名な選手よああそううん190何センチ後半ぐらいあるよでかいなどことのハーフか知らんけど <laughs>、うん、あのねオールにそういう選手が、うん、この選手がね広島5位なんやけど指名したけどはいどこまでその育つんかなっていうのはねあ<ー>正直楽しみではあるけどうんそうやねうんあの本当賭けじゃないけどなんかあの沖縄出身の選手とちょっと似てて あのかかどうかみたいなとこで <laughs> <ほ> <laughs>、うん、沖縄の、あのー、出身のピッチャーとかピッチャーじゃない選手とかも、うん、結局ねなんかねジンクスとして大成しないみたいなのがあるらしいよええーうん。まあ言っても、まあ、アニやさんとておったけどね、はあ、おったけど、まあ、今あ今の話ね。うんうん、だけどこのハーフ系も今さっき言ったそのダースローマシュっていう人も、うん、結局ダメやったんやけどでもダルビッシュみたいな化け物も結局生まれるわけよ。 なそうやねだからどうなんやろうなと思ってね<ー>これピッチャーでいくんかなと思って、ね、一応最速145キロぐらいでえっとね<ー>どうなんか分からんけどなんかもうちょっと出しそうな,なんそうなやねなんか、うん、分からんけどなナイジェリア人の父やねで元バレーボール選手で、えー、プレーした、えー、お母さんがおるんやって<ー>それでかいわそれでかいわねうんまあセッターやったらどうか知らんけどうん 1 9 6ンチの右腕らしい野手でいくんかな正直でかい野手って見たいよなあなるほどこいつ打つやろなみたいな日本人打者筒香みたいなあんなんばっかやったらやっぱ見てて面白いんかなと思って結局俺どっちが好きだったら打者やないよねああなるほど松井秀喜がね好きやったからああなるほどうん確かに 巨人戦ばっか見せられたから <laughs> 巨人戦でじゃあ誰がスターかって言われたら松井なんよ、うんね、結局、うん、もうその時はもう清原もおったけどやっぱ松井なんようん、まあ,あの何ゴジラ感っていうかその「何でかいなお前」みたいな <laughs> マウンドからピッチャー投げてんのにその「お前の方がんかでかく感じるな」みたいな <laughs> あ,<れ>あの感覚はやっぱワクワクするよやっぱ、うん、見てる方からしたら。 これであのあれでしょあの広島の球場でしょうん。もうさながらメジャーでしょ <laughs> メジャーですね。うん。そんなやつが来たら。<laughs> <laughs> これどっちでやるんやろまあ多分ピッチャーかな最初は。どうなんやろ、うん、二刀流やらしたりとかするんかないやーどうなんやろないんじゃないないんかな。どうなんやろ一応、開始名の選手であの新庄っておったでしょ新庄剛志選手。はいはいはい。あの人が一時的にその。 まあ、あのオープン戦でやけど、うん、二刀流みたいなことやってたらしいんやけどねへそうピッチャーもできるからあ<ー>だけど結局野手で野手ってか野手、はい、このアドワって選手はあのー、将来はメジャーっていうふうに言ってるみたいだけどねどうなのか知らんけど、うん、まあ大体最近の選手メジャーって言うよ、うん、もうメジャーリーグ中継やってるもん NHK であ<ー>俺何回学校サボってみたか <laughs> ほんで夜はあれでしょもう練習してるような時間帯にやってるから中継があ<ー>メジャーは見るよ、うん、行くよそゃ憧れるやろやっぱどうしてもそうやねうんあのパンチョ佐藤さんあ佐藤じゃないわ <laughs> パンチョ伊藤さんが、うん、あの司会してたんやけどねドラフトはあそうん、ね、うんそれを言いたかったんやけど <laughs> 今は関野さんですけど <laughs>、はい、関野博之さんですね、うん もうそれをなんで最後に言ったかはおのの持ち帰って、あのー、俺にください<え>その気持ちをその俺の気持ちを書いてよくあるや、ね、国語で作者の気持ちを答えるみたいな、うん、どうやっても当たらん問題、はい、<laughs> あれと一緒で提出してくださいあれ一応答えあるけど、ねうん。あんなもんねあの一回作者にね問題解かしないで答えれんかだらしいからな そうなんや。っていう話があるよ。噂やけど。なるほど。うん。本当かどうかわからんけど。うん。まあ確かにその時書いた時の心情そんなもんお前締め切りギリギリやったなみたいな話ある多分多分よ。知らんけどあんまり下手なこと言えんけど。まあまあまあそういうことで。であともう一つあったわ。はい。ドラフトでね、巨人が指名した選手の中でね、ドラフト7位。 に台湾の選手がおってその選手がでかいんよ二メーに2一1ンチで1 2 5キロ超えたねで最速1 5 2キロってお前もうちょい出るやろって話で確かにリャン・レンレイ23歳っていうこの人はねメジャーリーグのねパイレーツの参加のルーキーリーグ一番下のやつああはいはいに2年間おったんやへえ で今年6月に台湾の大学を卒業して、うん、あの今回指名されたっていうことだしねああなるほどでその代わりだけどあの高校3年間は日本の岡山なんていうのこれ共生共にで生きるってやつ高校で過ごしたため日本人扱いになるんだってへえ<ー>で異例のドラフト指名だから日本人枠やから外国人枠じゃないよああなるほど、うん、であ現段階では即戦力じゃないんやね、うん あじゃあ育成してから。っていうってことってまあ習いやからねしょうがないっちゃしょうがない。うん、でその獲得っていうか、まあ、その GM さんがね巨人の GM さんが堤 GM が、うん、あの要するにその目に留めたんやんて<ー>でその人によると迫力のある投手が欲しかったのでそのポイントに合致したと日本人ではないがパワーは日本人離れした投手というわけのかなこと言ってる。<laughs> <laughs> <laughs> 日本人ではないが、パワーは日本人ンれ、日本人じゃないから、日本人離れした当手やろ、そら。もっと言えば台湾やからね、アジア的に、アジア人やからね。まあ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 、あんまりね、やるやん、そういうミスが誰でも。だから本当にそのパワー系というか、こいつ化けたらな、みたいな、今さっきのアドア選手みたいなのが欲しいって、まあ分かるよ、そら。ロマンやもん。 これは欲しいよ、そら。しかも7位やし。まあ、今後に来ダメで、もともとみたいな感じじゃないのな多分、わからんけど。うん、わからんけどね。ドラフトって7位とか指名できるの ?10 位まで指名できる。あそう、ね、で、マックス120人おるんや。今年指名できるのが。うん、で、あのー、独立リーグとかそういうのは含めてないらしいの、その人数って。あ<ー>高校、大学と社会人とか。うん。で、11位からも指名はできるんや。120人を全員指名してなかったら。 そうなん。ええ、らしいよ、なんか知らんけど。なんかそんなこと言ってた。ドラフトの開始の時に。あの、毎年百二十人以上、絶対応募。絶対応募しろっていう話をやる。赤髪みたいな話がする。違う、違う。百二十人以上来る年もあるの。いや、知らん、それ俺も、そ、そんな気にしてなかった。あ、そう。うん。いや、ジュニアで。ジュニア。あ、違う、違う。 12球団あるやんか。あるね。で、獣医指名までやから、ちょうど120人で会うなと思ったから。ほんまうん。だから、お前、よく計算できるな。<laughs> それぐらいできるわ。<laughs> <laughs> まあだから、あの他の球団が十位で全部指名するわけじゃないからってことでしょ、うん、ってことらしいよ。なるほど。うん、ああ、だから120人おるってことじゃなくて、120人指名できる権利があるってことだね球団に。っていうことなのかな、うん。だから、総数が120人じゃなくて。うん 間違えてたね。うん。ま、いいやん、気づいたから。はい。みたいですわ。あ、はい、あともう一人おる。はい、何ですかこれ知らんのやけど、全然。うん、ニュースで書いてあったんやけど。あのね、ちょっと前にね、日本ハムに、あのーうん、ソフトボールの選手が指名されたんしてるキャッチャーで。知らん。なんて名前やったかな大島選手やったかなキャッチャーの選手で。うん、指名されて、今まだやってるんやけど。はい その選手みたいな扱いの一緒におって、うん、まあ大体指名されるのはです、ね、公式野球部やまあそうですよね普通は、うん、だけど、あのー、楽天だ、うん、楽天の6位の鶴田圭佑投手ってのがおって、うん、であと巨人にと育成4位で指名された坂本これなんて読んだろうこれ読めねえよこれ工業の校にあの,あの昔巨人の歌斎藤 っていうのバッターおったけどあの人の名前の中に入ってるやつ <laughs> あのわからん <laughs> <laughs> 坂本投手やわはい坂本投手さん、うん、はあの関西学院大学かわからんけど漢学大って書いてあるわわ、うん、からんの,あの準公式野球部ね二人とも準公式準公式準公式ってあのなん,かなんつっていいかな俺もやったことないかわからんけどあの大体中学生とかが、うん、軟式から公式に行く間に使うやつみたいなやつなんなんか よう分からんけど俺も言ってること、まあ、調べてくれ、はい、<laughs> もう要するに、あのー、使ってる球が違うよ、うんうん、あ使ってる球が違うんかな調べてみようか、はい、あやっぱ違うわ、はい、だから準公式野球っていうのは準公式球っていう独自のボールを使用するっていうふうに書いてあるほん,んでルールは公式野球とほぼ同じで、うん、使用する道具は えー、使用球を除き公式野球と同じバットは木製金属製ともに使用可能だから木製も使えるんよね、うん、なるほどで設備野球場は公式野球と同じ、うん、で使用球なんやけど公式球と軟式球の中間のような準公式球を使うさっきの説明と準公式野球のボールは正式には軟式 h 号と呼ばれ公式球とほぼ同じ中身で うん、外側の表面が軟式球と同じ天然ゴムでできてる表面はゴムだよねあなるほど。皮の部分がゴムになってる、うん、皮余ってんだよ <laughs> いやいや <laughs> あでトップボールっていうふうにも呼ばれるらしいねうんトップボールトップボールで軟式 H5 ボールの直径は一般的に軟式ボールと呼ばれる えー、軟式の英語ボールあるよねあの野球のボール売り場行ったら A とか B とか書いてあるやつ俺のなんかしなくて S って書いてあったんやけど <laughs> <laughs>、うん、時々なんかまがいもみたいなのが入ってるんやけど <S, <laughs> <S, S か A 俺使ったで売り場行ったら A しかなかった <S, <laughs>、うん、<S, あ S どこから来たんやろねあれ <laughs> 多分昭和のボール使ったんやと思う俺 <laughs> 昭和の S, <S <laughs>、うん、なんかボールどっか行ってさ人んち入ったりとかして <laughs>、うん、であれねえわーと思って他のやつらも入れてるから <laughs> それと勘違いして持ってきたらそれが S やったりとかするんよ <laughs> <laughs> これはあるあるやと思うよ田舎の,やあの人間は <S,、うん、S 何回か見たことある,あるよなあるなんか変なアルファベットのやつがあるよ星みたいなのまたもあと一回俺 <laughs> スターみたいなやつがあれはどっから来たんか分からんけどあれは A と同じやったけどなあそううんだから A5 とそんなにあの大きさ変わらないってことねあそうだから表面 とまあ、大きさが A5 に近いだ公式ボールと同じと書いてないから、うん、えっとね分からんねだから、うん、そこの適応はどうするのか知らんけど見、うん、たよ。なるほどあいやあ軟式野球のピッチャーも指名されてるみたいや、えー、ヤクルト6位の菊澤龍介かなうん投手は軟式野球のなんだろうこれあの相手の愛にあの双子の双で うん、なんていうのか知らんけどでリテックっていうソこそう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 リテック合いそ分からんけど、うん、リテック所属の、うん、その菊沢選手、うん、菊沢かもしれんけどで最速148キロの直球を武器,で、えー、武器に、えー、今週の秋の、うんえー、全,全日本軟式野球大会準決勝では、えー、無安打無得点試合を記録した。無<ー>無安打無得点やから あれエラーとかどうなのノーヒットノーランかなああ<ー>。だから。なるほど。で、えー、巨人育成3位の山川、育成ね、育成3位の山川和弘かな、多分。うん、和風の和にでかいあ、大体の大中小の大。うんうん、で、この人は芦屋、えー、アア学院高校では、えー、軟式野球部だった。高校で軟式野球部か。うん、だった代わりだね。で、芦ア屋ア大に在学しながら所属した。 えー、関西独立リーグあ大学に所属しながらあれだ独立リーグにおったん、ね、やああなるほどでその独立リーグ兵庫で硬式野球をはじめ最速152キロまで成長したってへえ<ー>ようそんなピッチャーつ連れてくるな <laughs> どこまで見てんのよ <laughs> ほんでスカウトの人ってすごいねあのパープロくんとかでさ、うん、あの草、ー、野球編みたいなみたいなのあるよや何かあ,あ,る、ね、あってこれでプロ入れるかなみたいなの言ってるんやけどうん スカウト来るかって思うよ、俺。<laughs> <laughs> なんで影山さん来てんのって俺、いつも思うよ、うん。影山さん、暇やろみたいな。めぼしい選手おらんのやろ、今年、みたいなふうに思ったよ。<laughs> でも、実際、そんなこと起こってるからね、これ。起こってるね。うん。普通軟式やってて、プロ、どうかなーとかって思わんやろ、うん。だって、ボール違うからね。<laughs> そうやね。まあ、ソフトボールでやってるやつもおるけどね、結局。<laughs> ああ、そうやね。うん。球でかいんやから、普通に。うん。 <laughs> 下手投げとかもあるし。うん、でこの鶴田選手ってあの今さっき言った楽天6位の鶴田選手は、はい、マックス149キロ。うん、で巨人育成4位のこれ育成4位ってやってるけどこれ3位4位結局軟式とか準公式とかのピッ, <laughs> ピッチャーなよな。<laughs> で巨人育成4位の坂本ピ、えー、投手は146キロ。うん、まあそこそこ速い、うんまあ。速球派ではないかなぐらいの。球、うん、速があるからまあ指名されたんかもね。 だいたい球が速くないとって言われるもん最近ああそうやね、うん、昔やったら146でも速っ,っていう言われてたな何やろうなあのスピードガンの位置なんかなあ<ー>あの昔の,その江川卓とかの投球で速いとかって言われて、うん、巨人時代の映像とかパンって見たら130何キロとかなあれ分からんどこで測ってんのかが測り方が違うっていうあの説もあるしあなるほど実際 あのそ,うそれぐらいやみたいな風に言うやつもあるし、うん、分からんね結局う,ねうん分からん俺も、うん、ただ完全にバッターがボールの下を振ってんのは分かるああうん、うん、それだけは映像として分かるからなるほどまだこういう変わったねピッチャーが入ったからね、うん、これがねどうなるかってまあ巨人の場合は育成選手で取ってるけど、うん、楽天の場合はあの普通にドラフトで入ってるからねうん 6位っていうあとヤクルトねはい、はい、ヤクルトの軟式野球の選手ですから、うん、いやなんかちょっと面白くなりそうやんかまあどうなるかってその要するになんていうのテストケースっていうか他のその後輩たちがあれやんか,なんかまた指名されるかもなみたいなそうやね新しいルートになりそうやんか、うん、高校野球ですと公式やるだけじゃねえなみたいな、うん、俺ちょっと今ないから実力が、うん、一旦軟式で 鍛えてて、うん、大学行ってみたいなことそうや、ね、なんかそういう選択肢ができそうな気がするなんかいろいろこの人らがどういった気持ちでやってるかは分からないけど、うん、まあやってたからこそ指名されてるわけだからね準公、うん、式であの何野球部があるって俺知らんかったわ正直うんうん何式やったらなんかありそうな気がするねうん準公、うん、式やからね、うん、教員たちはどう思ってるんやろ <laughs> 分かってないんじゃないと思う、うん、野球部の人たちだと思ってんじゃない普通に、うん、公式野球部の人たちって、うん、またっ強いかうか、ねね、石橋貴明さんとかやってる「提供魂」っつって吉岡さん出てきて元,元巨人と近鉄の長嶋監督にあの二軍時代にあのコーチがあの吉岡っていういい若手いますんで今上いないでしょうとか言ったら。 うん分かったったて全然呼んでくれんかったって <laughs> <laughs> なんでか分からんけど <laughs> <laughs> 一向に読んでくれなかったってなんかいい分からん理由がな本当はなんかあるんやろうけど俺はそれ知らないんだけど、うんうん、まあそういうのあるわるあと一人とかねああ呼ばれる一人とかね <laughs> まあゴルゴは全然違うんやけどグライスははい よく更新中のプロジェクト作監チャンネル。ドラマ動画や旅動画、お笑い系動画など、バラエティーに富んだ動画を投稿しております。これからもプロジェクト作監チャンネルをよろしくお願いします。それでは、続いてのコーナー行ってみましょう。ちょっと待って、何、コーナータイトルあるの?。はい。ああ。<う>ありますか?。いきましょうか?な。な、え。考えてますか?。 いや、何も考えてませんよ <laughs> <う>。<laughs> あのね、基本的に私は何も考えてないですよ。<laughs> 言っときますけど。<laughs> なんか、もうこいつなんか裏あるなっていうのやったら何もないです。<laughs> 基本何も考えてないアホです。じゃあ、あなたの考えたもんでいいですよ。うん。いや、もう早い,い,いやじゃあ、さかのぼりニュース、タイムス いうことでいいんですかタイムスリップいるやばいんじゃないタイムスリップないと分からんでしょ前タイムスリップついてたんやから長くなるよあそこ文字いいやろ大丈夫やろ海があるんやから和むやろ冬やろ冬やのあれ夏に撮った映像ですからね釣り行った時のやつ動画上げてるんで見てください今日は収録日が10月20日はい この情報が合っているならばですが、1999年10月20日にですね。いや、まだ俺喋ってるやん。<laughs> テレビアニメ、ワンピース放送開始です。ああ、そうなんですか。うん、ワンピース。<laughs> はい、テンション上がってるなって思うかもしれないけど、いや、俺当時はものすごいテンション上がったよ、あれ見るの。あ,<ー>あの、ゾロが貼り付けん、みたいになって、あの、ルフィの仲間になってない時みたいな、どこからやんね。 <laughs> テレビを見てたの。であれ大体30分番組って言うけど20分とか15分あ20分からちょっと少ないぐらいやんか、はいうん、当時10分にしか感じんかったからねあれ。あ<ー>なんでいいとこでいつもあるんダンくてなって文字みたいなのが出てきて「終わりかよ」って何回もなったもん本当に。<laughs> だけども漫画を見てたけどね友達に借りて買う金ないから貧乏、はい、やから。 仮パクしながら見てて <laughs> パクっとるんか、うん、パクってはいるけども <laughs> 帰るんやからいいやろあれもしながら <laughs> まあ,まあ嘘や嘘 <laughs> はいはいはい、言っとかんと思ういかんからホントはパクったんやバクったんか <laughs> <laughs> その「ワンピースはでも結局最近見てないよね今もやってるけど <laughs> うんあのエネルのどっか俺見なくなってしまったああんかあそこでみんな挫折するあそうなの聞くんかお大体聞かれるのよ「ワンピース知ってるみたいな「見てる?」みたいな言わて。うん いや、俺見てたんやけどな。エネルがあの、何宇宙行くんやろもうそんなん分からんわ俺、俺 <laughs>。ネタバレでしたわ、それ、みたいな。<laughs> どうなったん気になって。うん、うん。あそこらへんから俺見,見なくなってしまった。あの、ワンピースチョコ、ちょっと、あんまり <laughs> ワンピースチョコってのっての <laughs> 違う違う違う。ワンピースあんまりわからないんですけど、うん、見てないんで。え、全く見てない全くい。アーロンとかは あの存在は知ってるいや存在はそれはおるからね波とかがなんか悩ましい顔してさどうしたらいいのみたいなあったやん何かいろいろなんかそういう情景はわかるんやけど詳しい内容とかわからんのよ本当に全く見てないうん見てないあそうじゃあ何見てたんその時あなたじゃあその時何見てたんだからその時あんた何見てたうんうんって あの頃は、そうやね。うん。お前離れすぎやろ、マイクから。<laughs> <laughs> <お前笑>俺今さっきずっと思ったんや。あのね、録音しながら波形が出んのよ。はい、お前の波形だけ異様に小さいんよ <laughs> これどういうことかなと思ってパッて見たらマイクから、下手したら1メートル離れるぐらいの勢いで離れてたお前。どん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 離れてて。なんでそんな離れるんやろと思って。あの頃。うん。いや、よくわからんけど。よくわからな俺も <laughs> 一緒やん。 <laughs> あ<の> <laughs> はう、い、お前家や子供の頃なんか見てたのはなんかハガレンを見てたっていうのを、うん、あお前ハガレンに言ってたんかうんえそういう小学生のいやとあまあちょっと世代が少しだけしたいからなうんハガレンとかあとハガレンかブリーチとか,かあまあブリーチはなブリーチは俺あれ小学生の頃に友達からこれおもろいよってって渡されて初めて見たね意味が分からんかったけどねブリーチっていうの意味が <laughs> うん、髪のやつかと思って最初主人公もちょっとあれやんか明るい色の紙してるからそういう意味かと思ってたけど霊、うんうん、のやつねあれも最終回になったやろはい、はい、うん、うん、最終回になったもうナルトも終わったやろ鳴門でブリーチも終わったやろ、うん、あと何があったっけもう一つ銀玉銀玉ももうすぐん終,わの終わりそうな雰囲気やけど、ね、そう,うんそうでコチカも終わったやろそう杉田さんの代名詞の 名っつったら本人に怒られるのかもしれんけどまあ俺が一番初めに杉田さんの声を聞いたのがあれですよ杉田智和さん智一和でよかったっけ杉田さんねあの「ペルソナ5」にもはいはいはい出てたよ北川悠介役でねはいあの人の声を初めてテレビで聞いたのはあの役ですから俺はあきょんもあったんですよまあでもそれより先は銀玉やったいろんな作品が出てきますけどもんだっけあれチューインガン くーちゃくちゃーって <laughs> 歌あったやろあった思い出したら歌ってみたい <laughs> あったねうんそれはいいよもう、はい、えハガレンと？ハガレンとブリーチとかあの辺小学校の頃見てたから、うん、お前ハガレンに行ったんか俺ハガレン結構遅いわあ,あそう。ういまいちわからなかったもん<ー>フルメタルなんたらみたいなの書いてあったからあこれ難しいやつやなって思って <laughs> <laughs> 俺みたいなやつが見たらダメなやつやと思って遠巻きにしてるわけどでもやっぱ近づいてみるといいもんだねいいもんだねって俺もいまいちあれやけどまあんかホムンクルーズとかの話やはいはいはいそういうので見ててでワンピースはいかなかったねなんでいかんうんでそのエネルっていうのはあれよにあのんか空のああんかやつやつそうそう電気使うやつミクってうん その辺りからなんかあんまり見なくなったっていう人がなんか結構おるみたいなそうなんやエネルの次何俺ねちょっと知ってんのがあのあのハンコックとかあれ出て後やんかエネルのうんあんなんは知ってるよハンコックとかあと何骸骨みたいなやつとかあとあの改造人間みたいなやつフランキーかああフランキーだったのかな手がポパイみたいなやつポパイ好きやと思われるかもしれんけどああ水色の髪のやつあああの人ねうん とかあのなんか一応知ってるのはそのルフィの兄何やったっけエースあエースエースぐらいは知ってるわ <laughs> いやエースがあのん死んだの死んだやつな知ってるあれは結構あったよその盛り上がりがあったから俺もそれは知ってるよで<ー>見てないよだってそんなとこから見たらさ、うん、エネル死んだかどうやったらご覧になったかも分からんのにさ <laughs> あれ死んでないのは知ってんね俺 <laughs> あそうなの死んでないらしいよだけどエースがどうなったとかそんな早いやんまだ そんなことでもやることあるやろって話だそうそう、そんなことでもやることあるよ、うん、で、ルフィがなんかあの、何なんかブーって膨らましてやるやつやん、ね、なんか。もういいわ、お前。<laughs> なんかあるやんよ。それ知ってる人教えて、それ。はあ、何の意味があるんか分からんけど。うん、い教えてもらったらダメやわ。あの、わかる、ネタバレになってしまうわ。<laughs> 違う違う。あの、はいはい、分かってください。そういうのが確かあったよねっていう。それを言いたいんです、私は。うん、<laughs> とか。 はいはい、全く知らんのよなんナルトはナルトはある程度知ってるある程度ってのは、うん、あのー、渦巻鳴門ずトそうやろ <laughs> ナルトってもう名前になってるからね子供の頃からあの,あの忍者のスクールに行って <laughs> なんかルーお芝居みたいになってるさ <laughs> 忍者のスクール <laughs> 学校でよくない忍者やったらもう出が、うん、んで和装してんのにさ 洋風のパーティーに行ったみたいなそのあの今でスクールになったかっていうとナルト喋ってる途中にあのドラゴンボールのあの学校がちらついてオレンジスターハイスクールかなあそうそうそんなあったなサタンサタンシティのそうそうそうナルトは知ってる知らんやろあのんて言ったらいいんかな幼少期っていうかあの 何サスケがどっか行く時までがそうそうそうあの銅像の前で戦ってうんあの銅像で戦うところから、うん、銅像ってか石像なんか分からんでっかいやつあのなんかあの霧使うやつおらんかった霧うん霧使うやつって何なんか霧の中でなんか体験振ってるやつおったやろ <laughs> <laughs> 霧の中で体験振ってるモンスターハンターな何かえ何それあの骨をさ武器にするやつ骨 あれ、ナルトと戦ったやつやん。あの、血液限界かなんかで。骨を武器にするやつ取ったやん。ああ。何変か覚えてないけど。なんか一応、体型振ってるやつ何それ。あザブザや。あそう結構前やん。それ、そいつは知ってるんやけど。あれはサスケとの友情になったやつやろ。うん、その後から。うん、白や、白、白が出たやつ。あそうそう。白最初、最後らへんも出たからな。復活して。あ、そうなの いやほうがよかった。<laughs> あの江戸天生の術で出てたよ。ああ<ー>、うん、なるほど。うん、あ,のあいつ、あのさっき言った、ナルトとサスケが、うん、最後、あの。お前、ザブザのことさ、<laughs> お前、ザブザ結構に人気っていうか、あると思うよ、俺。ザブザのことをさ、霧の中で体験振ってるやつって <laughs>、危ねえ、ど変態やろ、そんなやつ <laughs>。しかも、抜け人みたいになってるし <laughs>。絶対頭おかしいよ、そんなやつ。 そのザブザの後からナルトとサスケがあのんか他人ところで他人他人っていう滝やろ滝やそのあそこで戦うところまでの間がちょっと抜けてるあの何音隠れみたいなやつもあったやああのえっとオロチマルがコのハに攻めるやつで3代目のじっちゃんがあの何あれ死神みたいなやつが出てきて 腕の何能力なくすみたいなやつあったやん封印するやつあ違う敷婦人じゃないあれは何んっけど、けんかやつ結局あれ解除したんやけど最後ほんと最後らへんねあの辺がちょっとふわっとしてるまあごちゃっとしてたからねああはあれはガーラとか出たとこやガーラ覚えてるガーラそれは知ってるやろあんなキャラクター忘れてたら頭おかしいと思う一尾のやつあの風影あったっけ なってる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 ナルトは少し分かるいやまあそうやなうんり長い体験振ってるおっさんみたいな <laughs> 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 誰に向かって打ってんのか <laughs> 結構前やったやな俺が言ってるやつよりもうんえ何になるのジャンプ今じゃ何があるよジャンプ今、まあ、ワンピースもやしうんあの 直撃のソーマっていう料理漫画今結構人気よね。登場人物がいるやつやろ。ああ、そうそうまあ、絵がすごい綺麗あ綺麗なやつ、そうそうそう。昔のあの、何やろ、デスノートとかの人みたいな。ああ、そうちょっとシャープな絵やろ。そうそうそう。同じ人じゃないやろ。ちょっと違うやろ。絵が全然違うやんかな。うん。とか、あと何があるかな。ワールドトリガーとか。ああ、ワールドトリガーあったな。お前漫画持ってんなそりゃ。 漫画うん、あの眼鏡の人とあとなんかあの白髪の人みたいな全く中身知らんけど、うん、やつやろなんか異世界から変な生物が来るみたいなやつそう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 ,そうあれとかあと何があるああとあの相撲のなんか漫画がすごいめっちゃ知ってんなお前今さっきから <laughs> <laughs> 読みすぎやろ一応,一応ジャンプは毎週読んでるんですよあそうなの 相撲のやつか。そうそう、あの、ワンピースはただ途中見てないから、途中から見るのってなんか嫌やんか。わかるわかる。いやから見んのよ。あ、そうな。うん。へん相撲のやつってあれ何あの、日のなんだろうたやつあ、そうそうそう。なんてやね日の丸やったっけいや、そんなんじゃないよ、絶対。怒られるぜ、お前。いや、主人公確か日の丸あ、日の丸って名前なのあの、相撲なのに挑発やろ、確か。 ボ,ズ,ボズとかじゃないよ。そう,そうそうそう、ボズじゃない坊ボズじゃない。ないちょっとツンツンみたいなやつやろ。そうそう,そうそうそう。あれだけ売ってあんねよ漫画俺。それはわかんねん。ああコミックコーナーよく行くから俺。うん、とか。がう人気かな。そんなもんがね。うん。それぐらいか。全然知らんな、本当に今,今俺もなら。ああ、全然知らんと思うよ。もう、ワンピースとかぐらいしか知らんなんなら。ああ、トラブルはトラブルはもう、 ああ、スクエアのほうに移動した。ああ、移動したんや。うん。あ、そうなんや。うん。あれさ、百パー100%でいつ終わったの <laughs> いつやったかな。<laughs> 気がついたら終わってたけどあれ、俺、ページ開くの、ものすごい躊躇してたやん中学生の頃 <laughs> バカにされんじゃないかみたいな。<laughs> なるほど。普通に読み物として見たかったよエロいとか言、うん、うのももちろんあったけど、うん、でもそれ以上に、展開が気になるやん、一回読んだら。うん、そうやね。 あいつみたいに思われるかもしれんやん。それは命取りなんよ中学生にとっては。チンコの皮が早めにむけるとかと一緒なんよレベル的には。チンコって言語が普通に出たな。だってみんなどうせ聞いてるやつ、チンコ生いてるやつばっかやろ。ないやつは聞かんやろ、こんなラジオ。まあね。うん。それぐらい重要な話やったんあれは。はいはい。だからなんか途中で分からなかったんやん。北王子がどうたらとかなんか言ってたけど。 があって俺をマナカって言われたら俺マナカ監督思い出すよ野球好きやから <laughs> 当時のあのマナカヤクルトのおるマナカなみたいなふうに覚え方してたよ <laughs> あの左打ちのああなんか現役の頃 <laughs> あヤクルトのおるマナカおったーみたいなこと言ってた俺確か1回いちごセ0 0の人違う漫画で連載し始めたよなんて言ってたっけ名前はちょっと覚えてないトラブルの人がブラ,ブラックキャットやったっけ やったかな。なんかあったやんそういうの。なんか前に書いたやつ。うん。今は本当に新人とかが多いね。あ、そうなんや。なんかブラ。あ、あれがある暗殺教室となった。暗殺教室も終わったね。あ、終わったんや。終わった。あ、そうなんや。うん。ふん。じゃあもう知らんわ。ま暗殺教室全く知らんけど、名前だけは知ってたけど。あのトラブルっぽいやつも一個始まったね。何トラブルっぽいやつって。 パニックみたいなこと <laughs> 違うよ。<laughs> なんか霊、霊関係のなんか話やったはずやけど。霊関係ああ、なんかあったな。うん、コミックコあったわ、うん、そういや。うん、えーっとねー。ついてます、みたいなやつやろ <laughs> うん、怒られるけどね、<laughs> あんまり言ったら。<laughs> あの、女の子が幽霊みたいなやつやろそう,そうそうそう。で、なんかついてるかどうかみたいな。うん、うん。ついてるっての,そのラッキーっていうことじゃなくて。 取 <laughs> り付いてそう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 ,そう俺がそ,そう言いたいんやう役、ん、ありがとう<笑><笑>みたいなやつやろそうそう,そうあれあんなん始まるんやあれちょっとなんかあれっぽいあの青年誌のに載ってそうやんそうや、ね、どっちかというと、うん、少年誌というよりもあれぐらいかあとなんか正,正当派ではないか何正当なんかあの主人公あなんか魔法の主人公鳥 違う私はインコ。チュンチュン。手が来た。乗ろう。受動隊やな、ずっと。シュールなアニメ。もうちょい能動的に動けよ、主人公やったら、お前。それでなんか、魔法の題材が魔法なんよね。魔法の国に、なんか、主人公が、まあ、おるんやけども。 なんかその主人公は魔法が使えんで、うん。で、なんか、使えんけど、なんか、道具を持ってるのに、一個。んなんそれ <laughs> それは魔法をなんか無力化するなんか道具みたいに持ってるらしい。ああ<ー>、うん。で、体鍛えまくって魔法を使ってるやつなんかより、に負けねえぞみたいな感じの。肉体派、マジカルアクションみたいなこと。<laughs> みたいなこと。<laughs> え、それ何それそんなあんのジャンプになんか、ある。なんか、ブラッククロープ。なんか、ちょっとあれ似てるね、あの、魔法格、んだろうの 設定的には魔法使えないってところはうんまあ結局あっち側の魔法科高校の方は主人公が最強すぎるああすぎるんやけどねすぎるんや知らんんだけどうんものすごいはい見てる人は分かると思うけどえその人は肉体めっちゃ鍛える人は人はまあ最強っていうわけじゃないよフィジカルが強いなみたいなフィジカルが強いこれ最体幹鍛えとる当たり負けしない ポグバと当たったらこいつと倒れんじゃないかなみたいな話をしてるサッカーファンが。<laughs> サッカーファンが <laughs>、うん。<laughs> そんなんもあるんや。そんなんもあります。あ、そうなんや。はい。なんで結構入れ方ね。あ、そう。ここ最近で。ちょっと2人おるんやけどさ。2>, 2人あの、誕生日、毎回言うから。<laughs> あ、はい。うん。有名な人が2人おってさ、まあ俺が知ってるっていう意味だけど。はい。 あのクラウディオ・ラニエリ監督あ、はい、あのレスターの監督、はい、岡崎選手が所属してるレスター、はい、だ去年優勝しましたねミラクルレスターとか言われてはい、はい、ま今年はちょっともんで、ね、ダメなんやまあまあ前評判通りかなっていうところでね、うん、まあ人によってはやっぱラニエリみたいに言われるよ、うん、なんでかっつったらそのレスターに就任した時には結構評判低かったん ギリシャ代表を率いてた2014年にその時全然ダメだったから「ああああ同棲」って言われてたけどああ見,見事にあの見返したいやけどと今年はダメだったねなるほど、うん、この人と、まあ、この人現役時代はディフェンダーらしい,、うん、いや全く分からんけど正直、うん、でイタリアあイタリア人あそうイタリア人やったなイタリアのローマ出身やねうんらしい、うん、でもう一人が、はい、大石大二郎さん野球選手です 鉄バファローズにいたアジア大学から出たえ現在58歳です1980年のドラフト2位です右投げ右打ち2塁手身長1 6 6 c m 7 1ラムちょっと小柄な選手あの遠藤昌造っていうお笑い芸人の方いらっしゃるねありますねあの人があのんか野球部の時の思い出みたいなネタで話してたんやけどの 何そのエロい本みたいなのがないから、うん、その大石大二郎さんのその太ももとかを、<laughs> あの、そういうのしかなかったから、見て想像して抜いたみたいな話をね、本当か嘘か知らんけど、話してたわ。<laughs> アメトとクかなんかで。あれで結構有名になったんじゃないかなと思うんだけど。<laughs> 不名誉やけどな。不名誉やね。うん。まあこの大石大二郎さん。はい。ですね。 と、ラニエル監督。ラニエル監督です。はい。はい、それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ワールドマイナーニュース。はい、このコーナーは世界のマイナーなニュースを取り上げていくコーナーになります。えあ、え、ですか <laughs> <いや S 2> <laughs> もう一回。あ、じゃあやります。<laughs> はい。大パニック。美少女。服100枚重ね着。チャレンジするわよ。 衝撃の結果に、うん、<laughs> 海外のトレンドでチャレンジというものがありますよねアイスバケツチャレンジや最近ではファンデーションを何層にも塗った女性も話題になりました何、うん、で <laughs> 今回もある少女が行ったチャレンジを紹介します、うん、少女の名前はアンドレア彼女が行ったのは服を100枚重ね着するというチャレンジ、うん、彼女は SNS 上で このチャレンジの様子を配信していました。しかし、チャレンジ開始から少し経つと彼女はパニック状態になるのです。なんと彼女は服を脱ぐことができなくなったことに気づきました。<laughs> 何をしても服を脱ぐことができない悲惨な結末に泣いております。本当に脱ぐことができないので、どんどんパニックになる彼女。彼女は本当に死ぬかと思ったそうです。頭を抱えております。泣きながらどうしようと頭を抱える彼女。<laughs> 切ればいいと思うけどね彼女はこのライブ映像を見ていた友人によって救出されました今回の出来事についてアンドレアさんは次のように語ります100枚重ね着チャレンジは絶対にしちゃダメよもしやったら死ぬわよアンドレアさんがこのチャレンジを行った時 <laughs> 家には誰もいなかったそうですそらそうやろそそうやろそんなことすんのにおったらお前 <laughs> そのため助けを求めることができなかった またパニックでシャツを着るという考えも <laughs> あ着るやねこれ <laughs> また <laughs> パニックでシャツを着るという考えも、うん、彼女には思いつかなかったそうです何とも恥ずかしい結果になってしまいましたね <laughs> ということです <laughs> <laughs> っていうのがありましたねなるほどあの100枚重ね着してこの人あのものすごい太ってるみたいになってるの、ね、本当に <laughs> あのずんぐりむっくりっていうかあのドラえもん体型みたいなはいはいはい 服脱げないでパニックなるんやな人間って、うん、これはちょっとあれでしょうアホすぎるでしょさ <laughs> すがに <laughs> <うん S 2> 泣き始めたやろ <laughs> 泣いてたし頭抱えてたわ <laughs> これはちょっとあれでね若さでい行きすぎたねいきすぎたねうん、うん、これちょっと反,反省どころかこれもちょっと、うん、一旦考えてもらわんとこれ、うん、<laughs> それ 助けに来た友人とその後どんな空気があったけか助けた友人は顔出ししたくなかったろうな <laughs> <laughs> チャレンジするわよって <laughs> <笑><笑>いいけど <laughs> <laughs> ってことです <laughs> なるほどはい、はい、ということで今回も話いきましたいかがだったでしょうかそれでは今回はこれぐらいで ご配聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。また私たちが投稿している Twitter、Facebook、ノートなどもございますのでそちらの方もよろしければご覧ください。そしてご意見、ご予防、ご感想がある方は下のコメント欄にお願いいたします。それではさよなら。さよなら。